実はこの吹き替え動画 AI アプリを使ってほぼ自動で翻訳して吹き替えてますで今回ご紹介する AI アプリを使えばそれが可能ですそれが今回ご紹介するこちらの WebVerseAI ですねこちらの WebVerseAI は動画を別の言語に自動で吹き替えることができる AI アプリですねで私の YouTube チャンネルを一つテスト的に立ち上げましたでこちらのチャンネルに今アップロードしている2つの動画 Hi, I'm Takeo. In this video, I will explain how to do scraping using task magic. Scraping allows you to extract so I think it's a lot of work to extract the title. First, open the YouTube channel link and get the title of the video in the page. It is recorded that you get the link of the video in the page. If you 動画はもともと日本語の動画だったんですがこのように、えー、7分間の動画も AI を使ったら複雑な作業なしに自動で吹き替えることができますで。実際にこれから使い方を解説します。ぜひです、ね、この動画最後までご覧ください。えー、まあ、損はさせないつもりですね。では実際に使っていく。 方法を解説していききますダブバース AI で実際に吹替え動画を作ってみましょう、えー、こちらがですねダブ b ー e r a i の、えー、公式サイトですで機能や特徴については実際に使っていく流れで解説していきますまずはログインをしますね使い方は非常にシンプルです数回クリックして動画をアップロードするだけであとは待ってるだけで自動で別の言語に吹き替えることができますこちらのボタンをクリックしていただいてそしてこの中に3つメニューが表示されるとでその中で DUV、SUV、uh, uh,、SAY、SAY、SAV、DAV。 と感じでこんな感じで3つ並んでるわけですね。でもこれはこちらの DUB ていうのは動画の吹き替えです。えーまあ、30言語と書いてるんですけど、もう今60言語以上、そして150以上の AI 音声に対応してますね。あとは SUB ていうのはおそらくサブタイトルの略だと思うんですけども、えー、こちらの SUB ていうのは字幕を動画につけることができると。それも任意の言語の動画に英語で字幕を作ることができるっていうことですね。あとはこの SAY、性ということで。 文章に人間のようなナレーションを入れることができる、つまり文章を音声にできるという機能がありますで。吹き替える場合はこちらの DUB を押していただくと簡単に動画を別の言語に吹き替えることができます。で実際にアップロードする場合にはこちら YouTube 動画やあとは Vimeo。 なんかからもアップロードができますしあとは自分のデバイス上にある動画ファイルをこちらにアップロードすることも可能ですじゃあ今回せっかくなのでこちらのダブバース AI で動画を吹き替えてみましょうかこちら、えー、日本語で解説している動画です解説をしていきますで流れとしましては基本こちらの日本語の動画を英語に吹き替えています YouTube の動画のリンクをコピーしていただいて入力します そして、ネクストボタンをクリックすると、自動でこの動画が読み込まれます。で読み込まれたら、さらにネクストボタンをクリックすると、このように AI 音声を選ぶことができます。でこちらのメニューからですね、えー、吹き替えたい先の言語を選択できます。韓国語だとか、ドイツ語だとか、フランス語、あとは中国語だとか、アラビア語だとか、いろんな言語がありますね。例えば、その中でも英語で言っても、Hello, my name is Jenny. このように、<Hello. S 1> 女性の声であったりとかあとは男性の声このようにいろいろなアクセントだったりとか、えー、男性女性で言ってもさらにあの声の違いっていうのがはっきりと分かれてるわけですね make your video. 自分のイメージする吹き替えの音声を選ぶことができます 例えばこのこれを選ぶとしたらプラスボタンをクリックしますそしてこちらボタンをクリックしますボタンを押すと吹き替え動画の処理へと進みますあとは完了を待つだけですねでこちらの吹き替えには少し時間がかかる可能性があります動画の時間が長い場合は20分30分ほどかかる可能性もありますねで目安としては例えばこちらの動画なんかで言うと11分なんですが例えば3分の動画であれば3分の動画だったら2分ほどの時間がかかりましたあとは17分の動画を き換えた時にはだ、その処理中に他の作業ができるので、えー、こちらのダブバース AI で処理中に他のページを開いて作業することはできるので、そうした方が良いかなというふうに思います。今ちょうどこの動画を処理中なので、他の説明をします。実際このダブバース AI はどんな人におすすめなのかというと、例えば私のように何かしら動画で動画を出しているとか、YouTube をちょこちょこ、えー、やっている人、まあ、特にこの海外に向けて動画コンテンツを発信していく、もしくは していきたいという企業家や経営者もしくはユーチューバーにおすすめですねで私の場合でも例えば扱っているこういった、えー、ソフトウェアとかツールっていうのが海外のものも多いのでそういったものをですね日本で紹介するよりも海外で紹介した方が割と反応がいいってこともあると考えてますなのでまだあの試作段階なんですけどね、えー、こんな感じで動画を作ってやってみましたでいろんなニーズに対応してると思いますよ例えばその先ほど説明したような YouTube だけでなくてオンライン講座とか 多言語対応することで、自分の講座を世界中に、えー、提供して、生徒を集めて、世界中の生徒に母国語というか、えー、彼らの言葉で快適な学習を提供できることであったりとか、あとは何かしら、そのチュートリアル動画であったりとか、えー、商品の販売促進動画だとか、商品説明をするとかっていうこと、あとはハウツー動画や社内教育動画とか、いろんなことに使えると思いますね。 異なる言語で提供して世界中にアプローチができるので非常に望ましいですよね。そしてこちらのダウバース AI の料金についても解説します。こちら見ましょうか。実際にアップグレードトゥープロをクリックすると 料金プランが表示されますで、こう見るとですね、ちょっとなんかえ3つこのように表示されているので複雑だなと感じるかもしれませんが非常にシンプルなんですね。まず、あの無料版と、そしてえ有料版。この2つが有料版なんですが、この2つに分かれてます。で、無料版、いわゆるお試しもありますね。メールアドレスがあったら日本からでも気軽に試すことができるので、ぜひお試しください。そして、有料のプロプランは2つあります。 月額プランとあとは半年ごとに支払う半年間ごとのプランですねでそれぞれ、えー、プランによって受け取れるクレジット数が変わります例えば一番安いこちらの12ドルのプランの場合は、えー、100クレジット毎月受け取ることができますで例えば49ドルのプラ,ンにプランに加入した場合は毎月500クレジットを受け取ることができますこんな感じで 料金プランとしてはこのように分かれてますね半年ごとに支払うプランに関しても同じように、えー、これはもう6ヶ月ごとに1回支払うというようなイメージですねこちらも毎月100クレジットが受け取れるということです6ヶ月間なので、えー、こういったところで、まあ、12ドルというのは日本円に換算したら約2790円ですねだからダブバース AI の通常料金一番安いプランでも、えー、月12ドル 日本円円で約2790がかかりますで1年間このプランに加入した場合は144ドルで約2万1000円ぐらいですねで実はですね今回このダブバース AI を最大95%負しかも買い切りで入手する方法がありますそれがこちらですね世界中のソフトウェアやツールが格安で販売されている海外マーケットプレイスのアップスーモっていうのがこちらあるんですけどもこちらたくさんの海外のソフトウェアやツールが えー、販売されていますでその中の一つとして今回ご紹介したダブバース AI が並んでるんですねでこちらのアップスーモを経由してダブバース AI を購入すると49ドル日本円でおよそ7200円ぐらいで入手することができます、えー、しかも買い切りですねこちら実際の販売ページなんですけどもアップスーモで提供されているダブバースは、えー、こちら95%オフしかも買い切りプランが提供されていますただ通常は1000ドル まあ14万円相当のプランが約7200円49ドルで入手することができるとしかも買い切りなんですつまり毎月支払う必要がなくて1回支払うと追加費用なしで使い続けることができるわけですね買い切りってどういうことっていう方もいらっしゃると思うので画像を用意してますでアップ2までダブバース AI を購入するとこのように追加費用なしで使い続けることができると毎月支払う必要はないってことですね1回支払うだけで今後のアップデートや機能の更新も受けることができます そして、アップスで今提供されているダブバース AI の料金プランというのがこのように分かれてますね。一番安いプランで49ドルで、ティア3、ティア4、そしてティア5という形で、えー、料金プランが用意されています。現在この5つのプランが提供されていますね。ティア1の場合はこちら、毎月300クレジットを受け取ります。だから動画の吹き替えをする場合は、1ヶ月間で75分ぐらいですかね。25×3 なので75分分ぐらいの 動画の吹き替えをすることができます。日本円に換算すると7200円ぐらいですね。で、ティア2は600クレジット毎月入手できます。これも追加費用なしですね。毎月無条件で600クレジットを受け取ることができます。こちら99ドルで、まあ日本円に換算すると、こちらが14500円ぐらいですね。そしてこちら、えー、ティア3は149ドルですね。だいたいこれは21900円ぐらいです。で、こちらは1000クレジット毎月受け取ります。さらにティア4、ティア5というように、 こんな感じで受け取れるクレジット数っていうのが増えていくわけですねだから高いプランを購入すればするほどたくさん動画の吹き替えを行うことができるということなのでたくさん動画の吹き替えを行いたい方は、えー、こういったティア4やティア5をご購入いただくのが良いのかなと思いますちなみにこのアップ m o って海外サイトだけど安全なのかとか日本で購入できるのかという不安もあると思いますが初めて購入する方はですね、えー、いると思うんですが えー、その場合でも安全に購入できます。例えばこちらボタンをクリックしますね。そうするとショッピングカートに移動しますので、こちらから、えー、支払いへと進みます。で、こちらご確認いただきたいんですが、えー、こちらですね、ペ p パルで支払うことができるんです。アップス o ではペ p パルで支払うことが可能ですね。日本円でご購入いただけます。で、こちらクリックして実際に、えー、支払いページへと移動してみますね。ペ p パルで支払うというボタンを押すと、こちら、えー、料金というのがドルから日本円に自動で換算されます。 はいこんなところですね。だから、あのまあ、私の場合は今、ペーパーの残高に、えー、ドルが35ドル40セント入ってるんで、えー、ちょっとこういう形になってるんですが、ちょっと使用しないとすると、こんな感じでご覧ください。はい、料金というのが自動的に、えー、日本円、JPY、ジャパニーズ円ということですね。日本円に換算されてます。6779円って形で換算されてますね。なので、えー、アップ数まではですねこのようにドル表記なんですけども、ペーパーを使うと、 日本円に自動換算されて購入できますので海外サイトでクレジットカードを使うのが不安な方でもご安心いただけるかと思いますあとはこちらですねアプスまだ60日間の返金保証がついてます 2ヶ月間リスクなしで使うことができるので、ダブバース AI、まあ、この藤井という人間に言われて買ってみたけど、ちょっと思うように機能しないなと感じた場合でも、ですね60日以内であれば全額返金を受け取ることができます。なので、この95%オフという大幅な割引率でダブバース AI を手に入れることができるチャンスなので、ぜひですね入手してみてくださいで。先ほど編集した、吹き替えた動画、あもう完了しますね。ト

えー、完全に日本語から、えー、そして英語の動画へと吹き替えることができましたダブバス AI を使ったら一つの動画を AI で別の言語に自動で吹き替えることができますもう使い方もご覧いただいたように非常に簡単ですね動画をアップロードしてボタンを押したらあとはもう吹き替え動画が完成するまで待っていれば完了しますでもうここ2023年に入って感じていらっしゃる方も多いと思うんですが言語の壁ってもうありませんよねチャット GPT を使ったら、えー、英語の文章も 日本語にに簡単に翻訳できますし英語圏の人に向けて英語でネイティブな英語で返信のメールを書いたりってこともできますのでもう言語の壁はないと動画に関してもこのダブバース AI を使っていただくと日本語の動画だっても英語だったりとか他の言語に吹き替えることができますなのでどんな国どんな言語にもアプローチができるということですねで私も今 YouTube チャンネルをいくつか持っているんですけども えー、先ほどお見せしたような、試作的に始めたのがこの一つですねで、まだこれから、あのー、動画を投稿していく予定なんですけども、この多言語に対応した動画コンテンツをいち早く作るっていうことを、まだやってる人は少ないです、もちろんその英語が話せる人が日本にいながら、英語で動画コンテンツを出してるっていう例ではあるんですけども、例えばこのふうに、えー、別の言語の動画を、えー、吹き替えるみたいなことをやってる人は少ないと。 でも今のうちにこれを仕掛けておくと差がつくと考えてます。なのでもし興味があったらこの海外進出だとか自分の動画を英語圏の人にも見てもらいたいということがあるのであればぜひですね入手をお勧めします。でこちらアップ数まで95%オフそして買い切りで入手することができますのでこの動画下の説明文に解説のリンクを載せておきます。でこちらですね私が昨日この動画を撮る昨日ですねこちらの解説記事を作りました。 で実際に吹き替えた動画をここでも公開してますので、どんな感じで吹き替えられるのかというところもご確認いただければと思います。こちらの吹き替えた動画に関しては、細かい修正は一切してません。あの完全にダブバース AI で吹き替えたそのままの動画を載せます。で今回ですねダブバース AI の 料金プランというのもこんな風になってるんですけども今回アップ数まで購入するとたった7000弱で購入できるのでぜひですね購入をお勧めしますやっぱり円安とは言ってもこの価格は安いと思うんですよねなぜかというと一度購入すると追加費用なしで使い続けられるっていうのが買い切りだからですね毎月毎月300クレジット受け取れるっていうのは素晴らしいことだと思うんですね毎月75分分の動画を吹き替えることはできるので一番安いプランでも購入しておくといいんじゃないかなと 思いますでもしもですねこちらのこちらの記事を読んでわからないことがあったらぜひこの記事下のコメントのところでお尋ねいただければと思います、えー、こちらですね、えー、気軽にコメントを残していただければと思いますはいということでまたこの記事についても追記加、えー、失修正をしていく予定なのでぜひこの動画下の説明欄からこの記事をご覧くださいアップスもで、えー、ぜひですねこの特別なキャンペーン利用して安く入手しましょうでは失礼いたします